はい、ということで、どうもみなさん、こんにちは、オリゾンオリです。ということで、今回のスキービードで76話のフルエピソードが出たということで、早速見ていこうと思います。今回ね、長いので、この76話のパート2ら辺のところからね、見ていこうと思います。これでみんな、行っちゃうと。これで、この、アストロのトイレだけを持って行っちゃうと、でこれはアストロから逃げてるのかな。向こう側で戦ってると。でここからこのスキービディトイレに乗って、やばい。やばいよ。で、これで一緒に戦ってくれてると。で、ここでね、進んでって、いろんなところからね、スキビートイレじゃない、アストロトイレが来てるわけですよ。だから、こうやって撃ってって、なんかカメラマンがね、撃ってきたと。で、確かこれが、緑の光がね、助けてくれると。いいぞ。で、ここでアストロが攻めてきてやられちゃうんだよね。で、ここでああやられちゃった。あ、やられたっけ。あ、やられてたか。で、これで逃げて、逃げるんだけど倒れちゃって、起き上がったら、アストロが来ちゃうと。で、これで、囲まれる。でも逃げ場がなくなったから、これでね、新しいね、アストロトイレに捕まっちゃうと。こいつがね、めっちゃ強すぎるんだよ。ぐしゃぐしゃになっちゃった、これで。で、これ確か視点のラージカメラマンが捕まっちゃうんだよね。やばいぞ。これで、中指立てたら、腕取られて、ボコボコにされるんですよ。これ、このセリフなかったよね、確か。やばいやばいやばい。怒った怒った。これでやばい。これは、よろしくないと。ちょ、グロいからね。で、これで、お！え、待って、前これ表示されなかった。あ、タイタンカメラマン。逃げ切ったのか、これ。どうなんだろう。逃げ切ったのかな？で、これで、どっか行っちゃって、体が燃えてクリティカルダメージで最後死んじゃう。で、これで、お、続き、ここでカメラウーマン、そしてテレビマンが持ち帰ってきた。お、やばい。めっちゃカメラマンたち怒ってる。テレビマン。
やばい。え？おお！新しいプランジャーだ、これ。すごい。うえー。はい、皆さんどうだったでしょうか？ついにね、カメラウーマンの新しいプランジャーがね、出てきたね。そして、テレビマンはどうなっちゃったんだろう、これ。ちょっとね、76話パート2でしかね、言ってなかったんで、テレビマンのね、会話をね、一回聞いてみたいと思います。で、ここから、どういうことなんだろう。いや、これは、カメラマンたちのことなのかな？なんかテレビマンがカメラマンに対してね、なんか怒ってるような感じがするよね。これはなんでなんだろう。テレビマンがもう完全に、これはもう、怒ってるよね。まあ、今のは多分、もともと、ラージテリーマンがちょっと口悪いのか、だからかもしれないけど、これはどういうことなんだろう。いやでも多分なんだけど、スキビディトイレと協力してるからかわかんないんだけど、多分カメラマンに対してね、やっぱり言ってると思うんだよね。テレビマンは、もう、対談テレビマンもそうだけど、ジットジーマンのことを殺そうとしてるから、やっぱりね、テレビマン軍は、ジーマンを、倒すことしか考えてないのかもしれない。あれもやっぱり、カメラマンたちには協力するけど、スキードリップは協力したくないみたいなことがあるのかもしれませんね。はい、で、皆さんどうだったでしょうか？この新しいね、患者もできたということでね。これからもこのスキビートイレシリーズ楽しみだなと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。